おいれ沼公園は札幌市東区にある公園。札幌市の市街地を公園や緑地の帯で包み込もうという環状グリーンベルト構想における北東部緑地ゾーンの拠点として計画された総合公園。1982年着工後2005年にグランドオープンした。基本設計は彫刻家のイサムノグチが手掛け。 全体を一つの彫刻作品とするというコンセプトの元造成が進められた。広大な敷地に幾何学的形態を多用した施設が整然と配置されており、自然と芸術が融合した景観を楽しむことができる。また、テニスコート、野球場、陸上競技場のスポーツ施設があり、冬には歩くスキーやモエレさんを利用したスキーやソリといったウィンタースポーツを楽しむこともできる。 さらに、ゴミ処理場跡地を公園化したこと、再生可能エネルギーを利用した冷房システムを施設に取り入れるなど、自然環境に配慮した公園になっている。なお、モエレ沼公園は、広域避難場所に指定されておらず、洪水地にはゲートを封鎖して、モエレ沼及び内陸部を一重水貯留地としている。モエレ沼公園は、1978年に札幌市が、 自然の沼地としては危機的な状況にある燃えれ沼を保全を兼ねた大規模な水峡公園とする事業に着手することになったのが始まりとなっている。当初の構想では野球場や植物園を設置する一般的な公園の構想であり、1983年には桜の名所を目指して約1800本の桜が植栽された。公園造成のため、 1979年からは、ゴミの搬入が始まり、1990年までに71.2ヘクタール、273万6000トンを埋め立てした。1988年3月、札幌のある企業家から、長い間温め続けてきた数多くの、プレイグラウンドのアイデアを実現できるかもしれないと、誘いを受けた、イサムノグチが札幌を訪れ、 札幌市はぜひとも作品を展示してほしいと複数の候補地を提案。その中で、野口はすでに建設が始まっていた、モイレ沼公園に強い関心を寄せ、ゴミの埋め立て地として利用している土地に対して、人間が傷つけた土地をアートで再生する。それは僕の仕事です。とコメントし、同年6月に公園設計への全面協力を発表した。それに伴い、 札幌市は野口に公園設計を委託し、同年11月に開催された野口の誕生パーティーで燃えれ沼公園の2000分の1の模型が披露された。ところが、同年12月に野口、これに対し札幌市はマスタープランが完成済みであること、詳細の指示を受けていたイサム野口財団の監修と活動を支援していた人々の協力も得られることから、 公園造成の継続を決定し、1989年から本格的な造成工事が始まった。1993年に遊具エリア一部を一般開放し、1995年からテニスコートの開放が始まって、1996年にプレーマウンテン、テトラマウンド、ミュージックシェルがオープン。1998年には野口の救姓から10年と、 全体構想の約70%が完成したとして開園式が行われた。2003年にガラスのピラミッド、ひだまりが完成し、施設内で野口の展覧会を開催。2004年にモエレ山が完成し、2005年の海の噴水完成をもってグランドをオープンし、記念行事を開催した。ガラスのピラミッド、ひだまり公園の文化活動の拠点施設であり、 公園を象徴するモニュメントでもある。高さ32.3メートルで表面のガラス面積は延べ2483平方メートル。施設内にはレストラン、ギャラリー、ショップ、公園管理事務所が入っており、アトリウムでは各種イベントが開催されている。また、施設内の冷房システムとして超雪庫に蓄えた雪を活用している。開館当初は授乳室の扉の上部に 大きな隙間があり、利用者から上から覗かれそうで怖いや、配電盤も剥き出しになっていて、機械室のようで落ち着いて授乳ができないなど苦情が寄せられたため、回収した。海の噴水公園中央の炎上に植栽された、カラマツ林に隠れるように配置されている噴水。荒れ狂う海のような波しぶきを人工的に作り出す構造となっている。直径48メートル。 カ松林ツまで含めると直径は80メートルになる。40分のロングプログラムと15分のショートプログラムがあり、1日3.4回運転する。いずれも最大噴上高25メートルのビッグアンを見ることができる。夜はライトアップされ、光と水の演出を楽しむことができる。2013年は落雷によって設備が破損したため、長期間停止した。 桜の森約2600本の桜が植栽されており、その中にイサムノ口設計の遊具が7つのエリアに分かれて配置されている。モエレビーチ海辺をイメージして作られた水遊びの場。3カ所の吹き出し口より湧き出した水が波紋を描きながら、サンゴで舗装された海辺へ広がっていく。プレーマウンテンに続く道プレーマウンテンノ口が1933年に発案した。 セントラルパークに遊園地を作るプランの遊び山の構想が初めて実現したもの。ピラミッドをモチーフにした99の石段を積み上げた斜面と白い一本の道が頂上へと続く斜面がある山。モエレ山公園内最大の造形物であり、札幌市東区唯一の山かつ、札幌市で最も低い山でもある。不燃ゴと公共残土を積み上げて造成した。 登り口は3方向5ルートあり、いずれも10分ほどで登り切ることができる。山頂は札幌市。冬はスキーやソリを楽しむことができる。テトラマウンド直径2メートルのステンレス港の円柱を三角に組み上げて、真下に芝生の丸いマウンドを盛り上げたモニュメント。円柱の表面は特殊な研磨を施しており、光線を浴びると多彩に輝きが変化する。また、 マウンドに上がることもできる。ミュージックシェルプレイマウンテン正面にあるコンサートや舞踊などの舞台。白い半球形の建物は職人が研磨して作り上げたもので反響版にもなっており、建物内部は出演者の控え室とトイレが組み込まれている。アクアプラザカナールアクアプラザはモエレ山とプレイマウンテンの間に位置する水と石の広場。静かに湧き出す水が溢れて、 カナールへと流れていく。全長150メートル、水深は20センチメートルから40センチメートルとなっているため、夏には足を浸して涼むことができる。野外ステージに満1 6 4平方メートルの敷地を有し、各種イベントに利用できる。敷地は中央部分から塀に向かって緩やかな斜面となっており、コンサートなどの場合に、 観客は少し高い位置から観覧することができる。スポーツ施設、テニスコート野球上陸上競技場、ありがとうございます。